ハンター・ヘイズはアメリカ人カントリーミュージックアーティストでありシンガーソングライターアトランティックレコードナッシュビル所属2011年半ば彼のデビューシングルとなるストームウォーニングがリリースされたヘイズはアメリカ合衆国ルイジアナ州ブローブリッジで生まれた彼の音楽経歴は4歳に始まり4歳で地元での公演並びに20万人の観客を前に 下ハファンク・ウィリアムズ・ジュニアとのジャンバラヤの演奏など、テレビへの出演も果たしている。また、2歳の誕生 BY に、祖母からおもちゃのアコーディオンをプレゼントされており、ラジオから流れるケジャンの真似事を始めていた。6歳で、ギター、ベース、ドラム、キーボードなどの楽器演奏を始め、同時期に作曲も行っている。幼い頃からがアース・ブルックスの大ファンである。また、 リアン・ライムスやクリント・ブラックもお気に入りであり、作詞作曲活動においては、ジョン・メイヤー、スティービー・レイ・ボーン、マイケル・ブーブレ、スティービー・ワンダー、キース・アーバン、ビートルズなどから何かしらの影響を受けていると述べている。2010年には、ラスカル・フラッツのアルバム、ナッシング・ライク・ディスの中の一曲、プレイの歌詞共作を行っている。その後、アトランティック・レコード・ナッシュビルと契約し、 2011年半ばにデビューシングルとなるストームウォーニングを発表。これは彼のメジャーデビューアルバムからのファーストシングルともなる。この楽曲はヘイズが全ての楽器を演奏しており、制作にはプロデューサー、ダンハフが協力しており、共同プロデュース作品となる。カントリーミュージック専門サイトであるラフストックのマットビョークは歌詞を称賛し、 このシングルに対し5点満点中の3点を与えており、ラスカル・フラッツのリードボーカルであるゲイリー・レボックスと歌声を比較し、その歌声も称賛している。テイラー・スウィフトの世界公演であるスピーク・ナウ・ワールドツアーの最終公演地であるセントルイス公演にオープニングアクトとして登場している。2011年フットルース夢に向かってのサウンドトラックにビクトリア・ジャスティストのデュエットを 提供した。なお、当時のサウンドトラックの中の一曲、マイクレノとアン・ウィルソンによる1984年のヒット曲、オールモスとパラダイスをカバーしている。人気ドラマ、ゲーム・オブ・スローンズにて、ジョフリー・バラシオンを演じるジャック・グリーソンに似ているというネタがたびたび取り上げられる。シングルミュージックビデオその他、ありがとうございます。